工場に向かって朝から金松さんと出発してます。すごい相変わらず。すごいからこのベンツがこれに行きます。すごい。まだトラック来たよ。すごい。もう我が先に行くぞ。へえ。ああ、いやいや。わあ。すごーい。あ、これがもうすごい。すごいな。あ、これが事務所。お、すごいね。すごい。あとでちょっと。うん、あと。来た。おはようございます。前のやつに。いや、すごいよ。すごい。町工場。そうだね、工場だね。中入ってみましょう。ここにモジャコがいますので、どうも、はい、待ってる状態でしょう。今検品を待ってる。検品、なるほど。じゃあもう弦も貼り終わってて、ここにオーダーシートが1個ついてるわけだね。これチェックリストと一度の検品目が終わって、最終検品待ちの状況。いいですね。ここにはしれっと回ってると思うんですけど、サイズとか薄レレとかいろいろね、こっちもね。これがだからあれだよね、テナーコンサートっていうかね。これテナー。テナー、でかいのテナーが、うん。いいね、いい木目だね。本当だ、綺麗だね。本当、さすが。でね、このこういうのをね削るときにすごくこう粉がついちゃうんで、それ最後もちろんね掃除するんだけど、その可愛いな。ソプラノ。あ、これヴィンテージシリーズだ。そうそう、これ可愛いんだよね。いい音するんだこれがまた。こんな風に並んでるの壮観ですね。そう、壮観。へえ、すごい。いや、あ、そっちにもこれかつてブラックビューティーが並んでいる。ヤンさん。ヤンさん、セイハロー。以前モジャ君の一番弟子でしょ。そうそう。すごいんですよ、もう頑張り頑張り。そうですね、サドルの高さを調整して、ね。ここがね、デリケートなやつですからね。あ、これ噂によるとモジャ君よりチューニングが早くできるんじゃないか説がある。すごいね。そうか、ここにここがモジャ君がいるところ。そうの、チャンさん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 。これは木工と研磨の木工研磨磨くに、すごい。お邪魔します。ポジションマーク、これを埋め込んでるんですよ、こうやって。すごい、すごいな。本当すごい。いや、やってください。やってください。ベテラン職人さん。こうやって一個ずつ手でやってるんですよ。なんかね、知らないとね、なんかスイッチオンしたら勝手にコンピューターがバンバン作ってくれるのかと思っちゃうけど、本当にこういう風に作ってるのもないことですね。色味もこう合わせて、これ職人技でつけすぎたらはみ出しちゃうからね。そうだね。あとで拭くのか。それね。そう。こういうの見てられるね。うん。なんだか知られる。うん、面白そう。一個ぐらいだったらやってみたい。でもずっとはや無理。こういうのはね、俺好きなんだけどね、もうダメなんだよね。私でもできる。あ、小泉さんできるね、こういうのはね。あ、気持ちがいい。なるほど。そして削るの？ちょっと取れます。ああ、飛び出す。ああ、なるほどね。そうか、わざと飛び出すようにしといて、あとで研磨して平らにする。なるほど。すごい。面白い。これは後で スライスっていうか整えていく。すごい。ひたすら磨いて磨いて。こっちは艶消しを水研ぎってやつですね。そうです、水研ぎです。これで何回も何回も磨いて艶を出してみて。すごい。だからこのグロスフィニッシュっていう艶あれのやつはね、この磨きがもう何回も何回もどんぐらいやるかって。10
16回ですよ。どんだけ手間かかってんのって話かな。これはもうその塗ってあってる状態。そうです。あとは磨いたらもう完了。今の状態は磨い、一番細かいサンドペーパーで磨いて、うん、それをあのバフっていうそのあなんていうの、磨いて手刈りを出してっていう。すごい。前のこれ。もっと下地のね、最初の塗装前の、これが大事よね。そっか、綺麗にならないもんね。多分、ここが一番難しい。手間がかかるんですね。あの、傷つくのが見えない。そっか。その塗り込みになるまでに、なるほど。わかんない。職人仕事。でも快適だね、ここはエアコンが入ってたら集中できる、これは。これが磨き前。これはだから俺見て、これクラ、ヴィンテージシリーズね、これガツモジャって感じ。ほんとだ。こっちが磨いた後。確かに滑らかさなんかもう。そうね。ね、美しい。このカッターウェイが難しいんですらしいですよ、すごく。なるほどね。はい。これは手でね、すごい勢いで、これは、ガズモデルはかなりこれがね、職人仕事だと聞いたこともあります。今ね、急に塗装のところ見せてくれるっていう話、タイミングがいいらしいんで、ちょっともじゃくに解説してもらいましょう。ちょっと音が椅子ですか、ただの。ただの椅子です。ここに塗料を入れて、このスプレーガンでここで吹きつけます。ここにスプレーを持って。はいはい。はい。その塗料が水で流れるので、発生されない。そういうことか。水が持ってってくれるわけだ、その塗料、余った塗料をね。今ちなみにすごく塗料の匂いがするんですね。換気扇がすごい回ってる。でここはクリーンな状態にするとここに付いちゃうってことですね。そうです。電気つけない方がまこれはセミオイル。えガズモデルです。あガズモデルなんだ。あ確かにそっか。ここに溝になってるんだ、はい、ここになんかその綺麗なやつ埋め込む。ロゼッタなんで、アバロン入れたりとか、あのレギュラーと黒いプラスチック入れたりとか。すごい。僕がほらガルモデルの形にやってます。あらかじめその飾りを入れる穴を掘ってあるI'm sorry.